鳶の宣戦布告を受け、世界初5大国による忍び連合軍が結成される。その方針として人中力であるナルトとキラー B は防衛のため雲隠れの里の孤島に隔離することが決定された。同じ人中力同士2人は意気投合し、ナルトはキラー B から美獣をコントロールする術を学ぶことになる。美獣をコントロールするには己のチャクラで美獣のチャクラを奪わなければならない。しかしそれは己のチャクラを逆に奪われる場合があり得る危険な賭けでもあった。わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てると思っているのか。やってやる。チャクラは奪えません。わかったってばよ。足火の暗夜で作るぜスキオ。呼び出す瞬間見極めろキホ。九尾の攻撃かなりの驚き。タコは忍べば止めるぜ衝撃。必要な時に俺を呼べ。最高の助力をしてやる。いいね。わしの力をコントロールするな。どうだいわしからすると貴様は小さな存在。やっぱりすげえなキュウリ。押されんじゃねえバカ野郎この野郎。貴様の中の憎しみもう一度呼び起こしてやる。茶番は終わりだ。今日強力はここまで。サンキュータコのさ。よし怒らせたな。あれだお前は私をコントロールすることができない。お前は私の肉親の小さな一部にする。支配されている。お前がどうさてもこの断りはどうにもならん。もらった。捕まえたぜ。せるか。くらえフートン螺旋手裏剣。うわっ、よし。キュービのチャクラのコントロールに挑むナルトだが、憎しみの塊であるキュービの影響を受け、憎悪の声に飲み込まれそうになる。その時、ナルトを励ますものがあった。あなたはここにいていいのよ、ナルト。ずっと会いたかったってばよ、母ちゃん。邪魔をするな、くしな。ミナトはあなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。何、さっきから私の顔に何かついてる？母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら俺ってば美男子ってことだろ。それに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで2人目ね。そうなの？じゃあ1人目は？もちろんあなたのお父さんよ。あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？私とミナトが初めて出会ったのは、まだ2人が幼かった時。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すため、とっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれて、もうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、ミナトが唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ1人、私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。この大嫌いだったただの赤い髪は、私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何よりミナトを大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？ナルト、あなたを愛してる。母の愛を受けたナルトは憎悪の声から解放され、再びキュービに立ち向かう。力があふれる。今ならいける。この勝負俺が勝つ。少しガキが。落ち着いて。キュービの動きをしっかり見れば勝機は見える。オンクス、いい気になるなよナルト。ここは私に任せるってばね。止める。今よ、やっちゃいなさい。貴様はわしには勝てん。ナルト、大丈夫？来るわよ。終わった。よし、引っ張れ！この調子だってばよ。へっ、随分と弱ってきたじゃねえかよ、キュービー。オラオラ、ガンガン行くってばよ。影分身の術、くらえ！螺旋超多連弾。その力どこから？今が攻め時だったので。ガキが俺、ガキの分際で。さあ盛り返すわよ。合わすな、くしな。この足をよくも。そろそろやっちゃいますか。絶対勝つ。いくぜ。わしをなめるな。ない。ナルト、ここだ。先鋒超大玉螺旋多連弾。引け！蹴りつけようぜ、キュービー。なんだこの力は。キュービー、いつかはお前と飛んでけー。うわキュービーを沈めた後、くシナはナルトを人中力にしたことを詫びるが、ナルトは感謝の思いを伝える。自分は幸せだと、自分が両親に確かに愛されていたと分かったから、父と母の子でよかったと。湊斗、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ、ナルト。私を母にしてくれてありがとう。湊斗を父にしてくれてありがとう。私たちのもとに生まれてきてくれて本当にありがとう。俺は木の葉の忍者渦巻ナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと、そんで先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより強え忍びになる。